はい、どうも、こんにちは。今回は、半導体プロセス、その全体像をご紹介ということでお送りします。内容としましては、半導体ができるまでの全体像、半導体工場やぶどまり、微細化について、実際にシリコンウェア上に半導体の素子を作り込む前工程について、あとは CMOS 製造の具体的な工程フロー、最後に後工程について説明していきます。よろしくお願いします。まずはじめに、半導体ができるまでの全体像を確認しましょう。 私たちが普段使っているパソコンやスマホの中には、黒色や緑色をした基板状に電子部品が多数搭載されています。その中に IC や LSI があり、これらの中に半導体チップが入っています。半導体チップはシリコンウェー状に作り込まれます。そのため、半導体チップの原材料はシリコンウェーということになります。半導体チップができるまでの工程を分解しますと、大きく3つに分けられます。1つ目はシリコンウェーの製造工程です。 CZ 法と呼ばれる方法によって単結晶シリコンを製造します。ここでは主に新越やサムコといったメーカーで作られています。二つ目はシリコンウェハ状に半導体チップを作り込む工程です。これは前工程と言われて半導体製造のメイン工程となります。代表的なメーカーで言いますとインテリア・サムスン電子、ファウンドリーの TSMC などが挙げられます。最後にシリコンウェハ状に作り込まれた半導体チップを切り出してパッケージ化する工程です。 これは後工程と言われます。製品用途に応じて様々なパッケージが施される工程です。ASE や m c o といった OSAT と呼ばれる企業が担当することが多いです。これによってこのような IC や LSI などが作られます。これを最終的な製品に載せるため基板上に配置しパソコンやスマホなどに搭載されるという流れになっています。では次にシリコンウェアができるまでを見ていきましょう。シリコンウェアとはシリコン単結晶の薄い円盤状の基板のことです。 シリコンウェハ状に半導体チップ IC が作り込まれます。シリコンウェハができるまでは大きく5つのステップに分けられます。まずはじめに原料となる形石を採取します。形石は瓦に転がっているような白い石ですが、シリコンは含有量が多い海外製の形石が使われます。この形石を還元分解反応によって金属シリコンにします。この時点でのシリコンの純度は98から99%程度になります。還元分解反応は電気炉を使って行います。 この処理は、電気代が高い日本では採算性が合わないため、製造はされておらず、すべて海外で生産されています。次に、金属シリコンをシーメンス法などを用いて竹結晶シリコンにします。金属シリコンに水素と4塩化ケイ素などを反応させて、トリクロロシランとして、トリクロロシランを上流生成して、純度を極限まで高めた後、反応炉で水素と反応させてシリコンを積出するというものです。まあ、かなり科学的な処理が施されますので、少し難しい工程にはなっています。 ここまでで半導体グレードまたは119と呼ばれるような超高純度のシリコンになります。この竹師匠シリコンを材料として単結晶シリコンのインゴットを製造します。単結晶シリコンは CZ 法、チョクラルスキー法の略称です。これによって製造されます。最後に単結晶シリコンのインゴットをウェア加工を行います。外周検索をしてスライスをして1枚1枚に分離し、レベル加工、回収の面と利用します。 そしてラップ加工と言われる表面裏面の両面の機械研磨。エッチングと言われる表面裏面両面の化学研磨。最後にポリッシングといって表面を表面研磨して鏡のようにきれいにします。そして洗浄、検査、梱包して出荷という形になります。これによって半導体製造メーカーの前工程に投入される形になります。では次にシリコンウェハー状に半導体チップを作り込む前工程と そのチップをパッケージ化する後工程の全体図を見ていきましょう。前工程はその中で大きく3つの工程に分けられます。まず1つ目が素子形成工程です。FEOL、フロントエンドブラインとも呼ばれます。その次が配線の形成工程です。BEOL、バックエンドブラインとも呼ばれます。そして最後に上ハの電気特性検査の工程になります。素子形成工程、配線形成工程の中では、線状や静膜、ホトリソエッチング、4注入、 とは各ウェハ検査といった工程を複数回繰り返し行われます。配線形成工程でも同様です。そしてウェハの電気特性検査を経てウ上は完成いたします。あと工程は大きく2つの工程に分けられます。組み立て工程と検査工程です。ウェハをチップから切り出してパッケージ化するまでが組み立て工程です。パッケージ化された IC の最終検査が検査工程になります。前工程は半導体製造のメイン工程で、主にクリーンルームで製造されます。 この後で説明いたしますが、ぶどまりが重要な指標で、微細化が技術的なポイントになります。あと工程は裏方的な存在でしたが、近年はその重要度が増しています。その理由としては、微細化はまだまだ続いているんですけども、物理的な限界というのは必ず訪れます。そのため、三次元的な実装など、より高周的な半導体の実装開発が進められているためです。東南アジアを中心とした海外生産が多いというのも特徴です。半導体製造において、チリやホリは不良の原因となる大敵です。 そこで、半導体製造では、その工程のほとんどがクリーンルーム内で行われます。こちらは、教育者のホームページから持ってきた写真になります。こちらは工場の外観です。こちらは工場の中の様子で、装置が整然と並べられております。センターの工場では、多くの作業が自動化されており、人の作業はあまりありません。ウェアが格納されたキャリアを天井の OHT と呼ばれるもので運び、 装置に自動的に仕掛けられます。ただし、古い工場ではそこまでの自動化がされていないところも多くありますので、人によって装置への仕掛けなどが行われます。半導体工場の構成用としては大きく3つに挙げられます。メインとなる工場と工場エンジニアや事務員が作業する事務等、工場に必要な外回りですね、電力設備やガス、薬液プラント、あとは純水ですね、の製造プラントなどが挙げられます。 半導体工場では多くの電力やガス、水、薬品を扱います。そのため、外回りの設備の保守管理も重要になります。次に、ぶどまりについて説明します。ぶどまりとは、半導体工場で最も大切な指標の一つです。製造した製品の中には、一定の割合で不良品が含まれます。不良品を除いた良品の割合のこと、これをぶどまりと言います。上波ぶどまりと言いますと、上波上の有効チップ数分の 最終的なウェハの電気特性検査で、良品となったチップ数のかける100%という形になります。例えばで言いますと、こちらのウェハでは有効チップ数が全部で37チップあります。黄色を良品チップ、緑色を不良品チップとします。良品チップ数は30チップですので、37分の30かける100で81%ということになります。不良になる要因としましては、ホコリやゴミなどのパーティクル、傷、 汚れ、応力、歪みなど様々な要因が挙げられます。回路線幅の微細化が進みますと、同じ機能を持ったチップであれば、チップサイズが小さくなります。チップサイズは小さいほど、ブドまりとしては上がっていきます。これは、同じ量のパーティクルがウェアに付着したとしても、1チップあたりの面積が小さくなってますので、影響する割合が小さくなるためです。しかし、回路線幅の微細化が進みますと、これまで不良にならなかった要因でも不良が発生します。そのため、 結果としてはぶどまりは低下します。高いぶどまりというのは、その工場の収益の減泉になります。ぶどまりが高い。そうすると、量品の取れ数が多い。そうすると、同じ上派の投入量で出荷数が増えるということになります。そのため、半導体の工場内では、ぶどまりというのは最も大切な指標の一つとして扱われます。次に、微細化について説明いたします。微細化とは、半導体の性能向上を図る最大の技術的なポイントです。 素子、えー、一つのトランジスタですね、のサイズを小さくすることによって、高集積化、高機能化が達成されます。有名なムーアの法則というものがあります。これは1965年にインテルの共同創業者の一人であるオードンムーアが備えた経験則です。半導体の性能が18ヶ月に2倍となるというものになります。こちらはインテルのホームページから持ってきたので、横軸は年代、縦軸はトランジスタの収容数を表しています。 縦軸はログスケールになっていることに気をつけてください。インテルでは、ムーアの法則に従って、または言い換えますと、ムーアの法則に乗っ取ることを目指して、過去からずっと技術開発がなされてきました。それによって、一番最初のマイコンであります、4004マイクロプロセッサーから、ずっとこういった線に乗っているという形になっています。2022年時点での最新チップですと、Apple の M2 チップが挙げられます。 これは5ナノメートルのテクノロジーで作られています。1チップに200億個ものトランジスタを集積し、TSMC で製造されております。こういった写真が Apple のホームページに出ておりました。ではここから、前工程の各要素技術を見ていきましょう。様々な工程が繰り返し行われ、半導体を製造していきます。各工程の技術を見てから、この後実際に CMOS の製造工程フローでどのように使われているかを確認していきます。まずは洗浄工程です。半導体製造において、 ウェハ状のチリやホコリといったパーティクルまたは汚れはムノマネ低下の要因となるため大敵です。そのため、静膜などの各工程の前後には必ず洗浄工程が入ります。ただし、この洗浄工程のレベルが低いと逆にパーティクルなどを付着させてしまうこともあるので、その点にも注意が必要になります。洗浄工程で取り除く汚れとしては、パーティクル、ミクロンオーダーやナノオーダーのゴミですね。 その他にも金属成分の汚れや有機成分の汚れを取り除きます。これらは目的に応じて薬液が使い分けられます。洗浄方法としましては大きく2つ挙げられます。1つ目がウェット洗浄、薬液や純水を使う洗浄になります。もう1つがドライ洗浄、保存や酸素ガスといった薬液を使わない洗浄方法になります。洗浄方式はこちらも大きく2つあってバッチ方式と呼ばれる25枚や50枚でまとめて洗浄するものと 万葉式と呼ばれる1枚単位で洗浄するものが開けられます。こちらはスクリーンから持ってきましたバッチ式のウェット洗浄装置になります。装置の外観としてはこのようになってまして、ここの中にですね、たくさんの層が入っています。ここからですね、まあ、下の絵で見た方がわかりやすいですね。上の入ったカセットですね、これはおそらく25枚、25枚の50枚とかが1バッチだと思いますが、それをこう硫酸や水洗、 塩酸水栓でリンスして乾燥といった形で目的に応じた処理層を並べてシステムを構成するというものになります。ですので、こちらの装置はウェット洗浄のバッチ式というものになります。次は静膜工程です。静膜工程は酸化膜や電極膜、あとは相関膜、配線など様々な膜を形成しています。静膜方法としては大きく4つ挙げられます。スパッタ、CVD、熱酸化、メッキになります。 スパッタは超高真空化でターゲットですね。堆積させたい膜の元ですね。ここで書いてあります。ここではアルミですね。アルミなどの塊が挙げられます。ここにアルゴン原子を高エネルギーでぶつけて、弾き出されたターゲット構成原子を上ハ状に付着させることで静膜するというものです。下に上ハがあって、このイオンビームというのがアルゴン原子です。これをぶつけて、剥がれたアルミ原子などを下の上ハ状に堆積させるという静膜方法です。 ここで精膜できる膜の種類としては、アルミやチタン、あとは窒化チタンや窒化タンタルなど、主に配線で使われる金属膜などが挙げられます。二つ目は CVD 法です。CVD では、精膜する膜の種類に応じた原料ガスをチャンバーと呼ばれる、まあ、反応炉ですね、に入れて、化学触媒反応を利用して精膜する方法です。この触媒反応に必要なエネルギーの与え方によって、熱 CVD とプラズマ CVD に分かれます。さらに熱 CVD では、 大気圧で実施する上圧 CVD と、大気圧よりも低い減圧状態で実施する減圧 CVD、LPCVD とも呼ばれます。この2種類で行われます。ですので、大きくこの LPCVD と上圧 CVD、あとはプラズマ CVD という形になります。CVD では、精膜できる膜種は多く、シリコン酸化膜やシリコン窒化膜、PPSG と呼ばれる相関膜に使われるポロンやリンを添加した、まあ、ガラス膜ですね。あとは竹晶シリコンのポリシリコンなどが精膜されます。 静膜する膜種や用途に応じて静膜工法というのは選択されます。三つ目は熱酸化です。最も伝統的な静膜工法でウェハを高温の酸化炉に入れて酸素ガスによってシリコンと酸素を反応させてシリコン酸化膜を成長させる方法です。信頼性が高いためゲートに使われるシリコン酸化膜の静膜などは熱酸化で作られます。最後4つ目はメッキです。配線材料にどう使用する場合必要不可欠な手法です。 メッキでは、硫酸銅などのメッキ液にウェハを浸積させて、電解メッキを施すことによって、ウェハ表面に銅白膜を刺出させるという方法です。次は、ォトリソグラフィー工程です。フォトリソグラフィー工程は、前工程のメイン工程と言っても過言ではありません。トマスクの回路パターンをウェハ上に、または静膜した白膜上に、紫外線などで照射、露光して、パターンを転写させる工程になります。フォトリソグラフィー工程では、 デジシャルカメラ以前に使われていました、銀塩カメラと同じ原理を利用しています。まず、フォトレジストを塗布します。スピンコーターと呼ばれる装置で、ウェハー状にレジストを適化して、ウェハーを高速回転させ、均一なレジスト薄膜を形成します。乾光剤ですね、フォトレジスト。これをウェハー状に制膜します。次に、プリベイクとして、レジストを塗布したウェハーを加熱して、レジスト内に残存する有機溶剤を揮発させて除去する工程です。その後、露光です。 レジストにマスクパターンを転写する工程です。ステッパーと呼ばれる露光装置を使います。最先端の EUV 露光器は、1台で数百億円をする非常に高価な装置になっています。このように光源があって、その間にマスクがありますので、このマスクの回路パターンがレジストに焼き付けられます。最後に現像です。レジストの露光された部分を薬液で溶かす工程です。 レジストを溶かしますので、録音された部分を現像液によって溶かして、必要なところだけレジストマスクを残すというものになります。エッチング工程は、オトリスフォグラフィー工程で形成した回路パターンに沿って、シリコンや薄膜材料に形状加工を施す工程です。エッチング方法には大きく2種類あります。一つはドライエッチングです。エッチングする材料層に応じたガスをプラズマ化し、発生したイオンや電子、ラジカルと材料層を反応させて、 発性の生成物を作りり除去させる工程になりますもう一つは、ウェットエッチングです。こちらは、エッチングする材料層に応じた薬液を使って材料層を溶かす工程になります。エッチングをすることによって、先ほど、ォトリソグラフィー工程で作ったマスクパターンに応じて、ここのレジストが付いてないところですね。ここを削りますので、レジストが付いてないところは削られ、レジストが付いているところだけ膜が残るというような形になります。ドライエッチング方式とウェットエッチング方式を簡単に比較した表がこちらになります。 使用する材料は、ドライエッチングでは反応性のガス、ウェットエッチングは薬液です。加工精度はドライエッチングの方が高く、ウェットエッチングでは加工精度はあまり高くありません。しかし、ドライエッチング方式の方がコストが高いため、ウェットエッチング方式も加工精度があまり求められない工程では使われております。4注入工程では、ウェハーに不純物を注入させることによって、電気的な特性を変える工程です。ここでいう不純物というのは、シリコンに対して異なる物質という意味であって、 注入する不純物も超高純度に生成されたリンやボロンなどが注入されます。シリコンは周期表の第4属の元素で、超高純度なシリコンウェハの状態では、電圧をかけても電流はほとんど流れません。ここに5属のリンや3属のボロンを注入することによって、電流の担い手となる電子やホールを発生させ、電気が流れるようになります。イオン注入法とは、その名の通り、イオン化させた不純物を電解加速してウェハ表面から文字通り叩き込むという手法です。 加速させるエネルギーやイオンの量によって工程設計者の意図した通りに分布を実現させることができます。熱処理工程では様々な目的に応じて上半に熱エネルギーを与える工程のことです。例えば、イオン注入ガニールではイオン注入によって壊れた結晶の回復や注入させた不純物の活性化などを行います。また、PPSG の静膜後のリフローでは PPSG に熱を与えることによって流動化させ平坦化させるということを目的にしています。熱処理では 主に熱処理炉とランパーニールの二つの装置が使い分けられます。熱処理炉であれば、熱処理炉であれば、ウェハボードにウェハを複数枚乗せて処理します。そのため、多くのウェハをまとめて処理できます。いわゆるバッチ処理ということになります。ランパーニールでは、一枚ずつ赤外線ランプで高速加熱します。埋養処理という形になります。ウェハに熱を加える時間や、面内の均一性などの求められる精度によって装置を使い分けをします。平坦化工程では、 ウェハ表面の凹凸を平坦にするための工程です。ウェハ表面に凹凸ができると、2つの問題が発生します。1つは、プトリソグラフィー工程において、凹凸があると、オトレジストを均一に塗れなくなったり、露光時に焦点距離が変動するため、微細な回路パターンの転写ができなくなるということです。2つ目は、配線形成時に凹凸があると、配線の被覆性が悪くなって、最悪の場合は断線が生じるということです。 これらの問題を解決するために使われるのが CNP です。CNP とは、ケミカル・メカニカル・ポリッシングの略称で、日本語では科学機械研磨と言います。科学的な反応と機械的な力を合わせてウェハを研磨する工程になります。プラリーと呼ばれる研磨液を流しながら、ヘッドに下向きに貼り付けられたウェハの表面を、上板の上の研磨パッドで研磨していきます。ウェハ検査工程は、これまでご紹介してきた各加工工程の中で実施される様々な検査工程です。 例えば、膜厚測定では、静脈した白膜やエッチングした後の残膜が狙い通りの厚さになっているかというものを測定します。寸法測定は、素子や配線が狙い通りの寸法になっているかというものを測定します。アライメント精度測定では、オドリソグラフィー工程におけるマスクパターンの合わせ精度というものを測定していきます。これら以外にも、異物欠陥検査や外観検査、なので、パーティグルやパターン欠陥、あとは傷や汚れなどを検出していきます。 外観検査は機械で自動検査する場合と人による感応検査の場合があります。特性検査は PCM または TEG と呼ばれる工程で IC を構成している素子や回路を単体レベルで分離させた評価用素子を測定することで回路性能や製造プロセスの評価などに使われています。これらはロット単位やウェア単位で測定されます。測定されたデータは異次元管理され、ぶどまりや信頼性に関するバックデータとして工程改善などに利用されます。 前工程の最後はウェハーの電気特性検査になります。ここではウェハー上に作り込まれた IC チップを1チップずつ電気特性の試験を行う工程になります。ウェハープローバーとテスターという2つの装置で構成され、ウェハープローバー内にありますウェハーステージにウェハーが置かれます。プローブカードから伸びている針を IC の電極に当ててテスターから電気信号を入力し、IC が出力する信号があらかじめプログラムされた正しい信号と比較して量比判定を行います。 このプローーブカードですね、こ,こから針が伸びていて、この針が上半の1チップごとの電極パッドに合わせて構成されていますので、ここに当たります。パフォーマンスボードテストヘッドを経てテスターと繋がっていますので、ここから電気信号を入力するという形になります。不良判定されたチップはインクが打点され、外観上で不良と認識できるようになります。ここまで半導体製造に必要な各加工技術や検査技術を見ていきました。 とはいえ、実際に製造工程フローというのはなかなかイメージがしにくいものです。そこでここから代表的な素子であります CMOS の製造工程フローの概略図を断面図を見ながら説明していきます。まずはじめにシリコンウェハーを用意します。ここでは P 型のシリコンウェハーを用意します。次に熱酸化法でシリコン酸化膜を形成します。シリコン状に酸化膜を形成します。次に フォトリソグラフィー工程に必要なレジスト塗布を行います。酸化膜を成膜した上にレジストを静膜します。次に露光を行います。オートマスクを使って、この上から紫外線を照射します。現像によって紫外線が当たらなかった場所のレジストが溶解してなくなります。次にレジストがなくなった部分の酸化膜をエッチングします。この酸化膜がなくなっていますね。 この次はレジストを剥離します。酸化膜上に残っていたレジストを取り働います。次に、イオン注入法によって NL を形成します。酸化膜が残っている部分は、酸化膜がマスク代わりになることで、イオン注入はされません。残ってない部分のところだけ、イオンが注入されます。そして酸化膜を除去します。次に、酸化膜を静膜し直します。その次に、窒化膜を静膜し、パターニングを行います。 ここでは先ほどと同じように、レジスト塗布、露光、建造、エッチングを行って、窒化膜を所望のパターンにバタニングしています。次に、露骨酸化を行います。露骨酸化とは、組織間の分離用の厚い酸化膜です。窒化膜が精膜されている部分は、酸化膜が成長せず、窒化膜がない部分だけ、このように厚い酸化膜が精膜されます。フィールド酸化膜とも言われます。窒化膜と、窒化膜の下の酸化膜を除去します。 そして新たにゲート酸化膜を静脈し直します。一旦取った後にこのゲート酸化膜を静脈し直しています。次にゲートの電極となりますポリシリコンを静脈しパターニングを行います。ここでもトフ露光現像でエッチングしてこのような必要な部分だけポリシリコンを残しています。次にレジストをマスクにしてイオン注入を行い PMOS の総数レインを形成します。レジストを静脈して これをマスクにしてボロン注入します。フォトレジストやポリシリコンがないこの箇所ですね。ここの部分だけイオンが注入されます。ここがソースとドレインになります。次に NMOS のソースドレイン形成を行います。こちらも同様で、フォトレジストをマスクにして、基礎を打ち込むことによって、ここに N プラス生成されます。フォトレジストを取って、次に相関膜を整膜します。 ここでは上圧 CVD によって PPS 字幕を静脈します。次にコンタクトホールということで電極の通り道になります穴を作ります。これもフォトリソグラフィー工程とエッチングによってここの穴ですね、これを作ります。次にアルミの静脈をします。スパッタ法によって全面にアルミを静脈します。アルミがコンタクトホール、あとは前面にスパッタされます。それを必要なところパターニングを行います。 これも、フォトリソグラフィー工程とエッチング工程になります。そして最後に保護膜を形成して完成ということになります。ここでは非常に単純化した工程フローを説明していきました。実際の製造フローはもう少し複雑で、いろいろな技術というのがさらに組み込まれています。ただ、ここまで断面図を見ながらイメージしていけば、フォトリソグラフィー工程やエッチング工程といった様々な加工技術が繰り返し使われているということがよくわかると思います。 この後先ほど説明しました電気特性検査ですね。あれを行って最終的な良品チップの判定を行います。ここからは後工程の各要素技術を見ていきます。まずは大振工程です。大振工程はウェハ上ハ状に作り込まれた IC を1チップずつに切り分ける工程です。工程の流れとしては、まずテープを貼り付けます。紫外線を照射すると粘着力が弱くなる UV テープを貼り付けます。 テープとウェアをフレームに固定します。このような格好ですね。この後、ダイシングを行います。ダイシング方法は大きく2種類あげます。ブレードダイシングと呼ばれる、ダイシングブレードですね。ダイヤモンド塗料がついた円形ーを使って、チップの間ですね、スクライブラインと呼ばれるところに沿ってカットをしていきます。このようなイメージですね。もう一つは、レーザーダイシングといって、ブレードの代わりにレーザーを使ってカットをしていきます。 このようにレーザーを照射してスクライブラインに沿ってカットしていきます。次は UV 照射です。メハの裏面から紫外線 UV 光を当てます。そうすると UV テープの粘着力が落ちてチップを取りやすくなります。最後にピックアップです。テープを引き伸ばします。エキスパンドと呼ばれるもので、これによって隣接するチップ間の距離をとって良品チップのみピックアップすることができます。最後は組み立て検査工程です。ダイボンディング工程では 1>, 1チップずつに切り分けられた IC をパッケージの基板となるリードフレームに乗せて貼り付ける工程です。このようなリードフレームと呼ばれるものの真ん中ですね、IC を乗せる場所があるんですけども、ここはアイランドと呼ばれます。この上に金ペースト樹脂を乗せて、その上に IC を乗せてし接着します。次にワイヤーボンディング工程です。IC の電極パッドとリードフレームの電極を一つずつ金彩線で接続する工程です。電極とリードフレームですね、この間を 金で接続するというものになりますそしてモールド工程です外部の物理的な接触や汚染を避けるために樹脂で封止する工程ですモールド樹脂ですねこれで封止することによってここまで来るとようやく黒い塊から足が出ているパッケージされた発光になります最後に最終検査ですパッケージ化された状態で最終的な電気特性を検査します バーインと呼ばれる温度と電圧をかけた試験によってチップの量費を判定したりします。検査を合格した IC が出荷されてパソコンやスマホ、家電や自動車などの最終製品へと組み込まれるという形になります。ご視聴いただきありがとうございました。何か一つでも参考になる点がありましたら、いいねとよろしければチャンネル登録していただければと思います。このように当チャンネルでは半導体に関するニュース、製品、 企業などについて取り上げていきます。引き続きご視聴いただければ幸いです。どうもありがとうございました。